ございます。今日はトレーニングしに行ってきます。まあ、オフシーズン残り、少ない時間ですが、しっかりと、新シーズンに向けていい準備できるように頑張っていきます。じゃあ行ってきます。よし、到着、行ってきます。仕事今終わりました。
これから帰ります。帰ります。今まで教えてたジュニアスの子たちから感謝の贈り物をいただきました。みんなを教えた時間はすごく楽しかったし、みんなと過ごした時間は本当に最高の時間でした。ありがとうございました。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントなども待っているので、上原メガネ似合ってないぞとか、そういうコメントでもいいので、ぜひ、コメントしていただけると嬉しいです。今回も見ていただいてありがとうございました。それではまた。